とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、ついに、新しい情報が、公式に出ておりました。見ていきましょう。ファウナウェアへようこそ。マインクラフトダンジョンズのシーズンアドベンチャー、第3弾の最新情報。ファウナウェアってなんだ？まあ、とにかく、最新情報が出てます。楽しいパーティーには様々な形があり、一つとして同じものはありません。邪悪な村人が主催するパーティーなら話は別ですが、彼がつまらない主催者だとは言いません。ハイブロックホールのキッチンでのパーティーはもはや伝説的と言ってもいいほどですが、毎回同じです。そうなの？わかんないけども。パーティーでは複数人のヒーローが、勇敢に敵対モブの大群と戦うこともあれば、マインクラフトライブのように新しい情報を公開することもあります。あ、パーティーっていうのは、あ、このシーズンアドベンチャーそういうことか。あ、今までは毎回大体同じだったけども、今回違うよっていう告知？そういうことですか？ね、しかし、何よりも誰もが歓迎されるフェアが存在し、そのフェアが偶然にももうすぐ開催される予定なのです。それが今回っていうことが、この秋最も華やかなフェアに一人でまたはたくさんの仲間とお越しください。マインクラフトダンジョンズの第3弾となるシーズンアドベンチャー、ファウナウェアは、シーズンアドベンチャーの名前がファウナウェアだ。なるほど。そういう名前なのね。10月19日。4日後だな。もうすぐだ。来週に登場して、新しい遊び方やキャラクターのカスタマイズができるようになります。どんなことができるようになる？このアップデートについてお伝えしたいことはたくさんあるのですが、マインクラフトダンジョンズの開発チームが詳しいことを何も教えてくれない。教えてくれ。もうあと4日後だよ。教えてくれ。あ、なるほど。生配信で新コンテンツをお見せしたいと思います。ですので、日本時間の10月16日午前1時、日曜日の夜中の1時か。これはなかなか見れないよ。生配信、マインクラフトライブにご参加ください。まあ、アーカイブは残るだろうから、まあ、それで見てもいいかな。どんなパーティーなのか知りたくてしょうがないというあなた。ご安心ください。ここでこれから始まるパーティーの様子をこっそりお見せしましょう。ありがとう。テーマ、ペット&モブ。いや、ペットはもういらないんだけどね。ペットはもういいよ。あ、なんか鶏っぽいのが出るっていうことかな。うん。主人公も、なんか白の全身タイツみたいな、服を着れるのか。いや、別に俺見た目はどうでもいいんだけどね。秋が深まってきましたが、ファウナウェアでは動物に焦点を当てた晩夏をお届けします。つまり、毛皮のようなスキンやペット、その他モブをテーマにしたアイテムがあなたのコレクションに追加されます。あ、やっぱ見た目装備か。見た目装備は俺別にいらないんだよね。で、鶏のようになりたい人も、自分の力を見せびらかしたい人も、誰もが楽しめるような内容になってます。力を見せびらかす。レベルかな？レベルによって装備できるできないの見た目があるとかだったらちょっと嬉しいかな。1000以上はなんか体が光るとかね。そういうのあればちょっと嬉しいと思うね。どうなんだろう。で、またこれまでのシーズンアドベンチャーと同様、ファウナウェアでは2種類の報酬。あ、アドベンチャーパスのね、お金払って買うやつね。それがあるっていうことですね。そして、タワーでのマルチプレイ、これを待ってた。タワーはマルチプレイをやりたかったのよ。タワーが進化します。貝の種類も参加できるプレイヤーの人数も増えます。貝も増えるの？ 30 回じゃなくて40回とか50回になるっていうことかな。長いよ。長い。ファウナウェアの新しいタワーマルチプレイモードは4人プレイに対応し、チームで協力して敵を倒しながら頂上を目指すため、チーム内の協力が大きな鍵となります。そうだよね。
うん、やっぱり1から元々の装備全員同じやつをつけてスタートするんで、これはね、なかなか楽しみですね。そしてエンチャントスミス、新しいキャラクターが出るみたいですね。キャンプの周辺に新しい商人が潜んでるという噂は本当だったようです。エンチャントスミスはフェアに間に合うように到着し、アドベンチャーハブの左下あたりに店を構えました。おー、新しい商人が やっぱりキャンプに来るんだね。で、エンチャントスミスに頼んでお気に入りの装備のプロパティを変更してもらいましょう。エンチャントスミスだからプロパティは装備のエンチャントってことでしょ。装備のエンチャを変更できる、これはいいよね。中途半端だった装備のエンチャントを変えればいいんでしょ。変えれるんでしょ。最強装備になるじゃん。これ厳選むちゃくちゃ簡単になるぞ。うん。あ、でもね、多分変えるには、特別なアイテムとか、そういうのは必要になるでしょ。お金がめちゃくちゃいるとか。あ、それはありそうだな。でもお金だったら、俺エメラルドむちゃくちゃ持ってるんで、全然大丈夫。どうなるだろうね。いや、でもこのエンチャントスミスは、すごいいいよ。装備のエンチャント変えれるならね。だったら、ああ、これちょっと楽しみだな。そして最後みたいですね。ツリートップタングル。何これ、何これ、ジャングルのステージみたいだけども、みんなで宝箱を開けてるような感じか。なんだこれ。ジャングルアイランドの豊かな森の奥にあるツリートップタングル。気の合う仲間と一緒に探検できる新しい無料のマップ。あ、嬉しいね。新しいステージだ。新しいエリアが出るみたいですね。しかも無料。無料でね、できるっていうのが本当にいいよ。あ、これは嬉しい。ここに来たプレイヤーの中に巨大な木の秘密を知りたい方がいたら、登る長い道のりを覚悟しなければなりません。長いんかい。第二のタワーみたいな感じか。タワーだな、これは、おそらく。で、このミッションには、これまで見たことのない装備が含まれています。新装備が来る。待ってた。本当にね、もうここ、1年ぐらいじゃない？ 1 年ぐらい新装備出てなかったでしょ？ついに来るか。やっとか。新装備嬉しい。で、困難な旅になることは間違いないでしょう。しかし、その分、やりがいがあります。装備が来るってことは、エンチャントももちろん来るでしょう。装備エンチャント、これは本当に嬉しい。いいね。んで、ファウナウェアまであと数日です。パーティーの準備のため、マインクラフトダンジョンズの公式サイト、または、マインクラフトダンジョンズのディスコードチャンネル。あ、あるんだ。で、最新情報をチェックしておきましょう。あなたはこのお祭りに誰と参加しますか？ありがたい！これは嬉しい！はい、ということで今日はマイクラダンジョンズの新しい情報が出てたので見てみました。この画像だったのね。あの、メインメニューの左上のモザイク画面。なんかカラフルだなぁと思ってたら、これなんだよ。いやー嬉しいね。ハロウィンかなぁと思ったけども、いやいやいや、やっぱね、ハロウィンじゃなかった。これはいい。19日からなんで、ちょっと来週、めちゃくちゃ楽しみです。はい、やっていきましょう。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。